鬼滅のシルエットクイズ。みんなこんにちは、かまど炭治郎です。今日はシルエットからこれが鬼滅の刃の誰かを当ててみてね。鬼滅の刃に出てくるキャラクターがこんな感じでシルエットになって現れるよ。ちなみにこれは誰かわかるかな。正解は鬼舞辻無惨。こんな風に鬼滅キャラがシルエットになって現れるから当ててみてね。全部で4問あるから全問正解目指して頑張ろう。それではまずは第1問。このシルエットは誰だ。鬼滅の刃に出てくるキャラクターのこのシルエット、一体誰のシルエットだろう。みんなこれが誰かわかったかな。わかったよっていう人はコメント欄に書いて教えてね。あ、みんなコメント書いてくれてる、ありがとう。誰だかわかった人もいるみたいだね。みんなの予想は当たってるかな。どうだろう。みんな答えを予想できたかな。答えを予想できたよっていう人はグッドボタンを押してね。わあ、みんなグッド押してくれてありがとう。予想できたみたいだね。よし、それでは答えを発表するよ。このシルエットはねずこでした。むむむむむ。わかった人結構いたみたいだね。おめでとう。間違えちゃった人も次の問題は正解できるように頑張ろう。第1問を正解できた人は全問正解目指してね。それでは第2問。このシルエット誰だかわかるかな。なんだか不思議な体だな。角？もしかして鬼か。面白い格好をしてるね。影だけだとなかなか難しいな。みんなはこのシルエットが誰だかわかったかな。ちょっと難しいかもしれないね。この不思議なシルエット、一体誰だろう。鬼滅の刃に出てくるキャラクターでこんな人いたかな。正解まで5秒前。4、3、2、1。正解を発表するよ。答えはじゃーん、伊之助でした。なんだ、答えは伊之助だったのか。これが角に見えたよ。角じゃなくてイノシシの耳だったんだね。わかった人いるかな。すごいね、おめでとう。次は第3問だよ。次も正解できるように頑張ろう。鬼滅の刃シルエットクイズ第3問はこちら。これが一体誰だかみんなわかるかな。この頭、なんだか見たことがある気がする。このお洋服、一体誰だろう。シルエットだけだとなかなか難しいな。みんなはこれが誰だかもうわかったかな。ちょっとだけオレンジ、黄色っぽい色が見えるよね。この服、あ、見覚えあるぞ。みんなもうわかったんじゃないかな。この色がヒントかも。正解を発表するよ。5秒前。4、3、2、1。正解はじゃじゃん、善逸でした。僕のシルエットだってわかった人いるかな。すごいね。君もしかして鬼滅の刃博士。わあ、尊敬しちゃう。次は最後の問題だよ。最後の問題はちょっと難しいかも。最後の問題もぜひぜひ答えてみてね。第4問ラスト問題だよ。このシルエット誰だかわかるかな。今度はちょっとだけ難しいかも。これは誰の影だろう。みんなわかったかな。頭に何かぴょこって出てるものがあるね。これは伊之助と同じ耳かな。なんか棒みたいなものがある。を履いているのかな。なんだかうっすら色が見える気がするけど、見たことあるようなないような。みんなこれが誰だか一体わかったかな。最後の問題、
みんな正解できますように。わかった人もいるみたいだね。それでは答えを発表するよ。5秒前、4、3、2、1、正解発表。答えはカナオでした。カナオのシルエットだったのか。わかった人すごいね。おめでとう。鬼滅の刃シルエットクイズ、今日はこれでおしまい。全問正解できた人いるかな。もし全問正解できた人は、全問正解したよってコメント欄に書いてね。ハートあげちゃう。みんなのコメント、グッドボタンお待ちしてるよ。チャンネル登録がまだの人は、チャンネル登録してくれると俺すっごく嬉しいな。この動画を見てくれたみんなのこと大大大好きだよ。それじゃあ今日はこの辺で、じゃあね、バイバーイ。今日の鬼滅のスクラッチ、誰が隠れてるかみんなわかるかな。正解はカナオちゃんでした。わかった人すごいね。おめでとう。鬼滅のスクラッチ、誰が隠れてるかみんなわかるかな。正解はねずこちゃんでした。わかった人すごいね。おめでとう。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリー。